はい、できました。ハンバーグ、ね、ハンバーグ定食、チーズインハンバーグと、野菜、自家製の宮だれのようなものと、キャロット、ドレッシング、で、まあ、じゃがいもの、じゃがバタ、8匹のね、お刺身、8匹の湯引き、8匹の、アボカド漬け、あえ、と8匹の、あら汁、これおすましです。ではこれで食べましょう。はい、では、なんかブラシ、ちっちゃいチクチクブラシがあったのによくまだ行ってもた。テレビ買えへんの？ネジュちゃんに書いてみて、マツコミよ。はい、ではいただきます。違う。ハンバーグ？ハンバーグ以外。チーズ以外。なんだい。うわ。めっちゃ苦い。苦い。タレもなんか。タレが苦いな。もっかフライパン苦いなって思ったんか。ちょっとね、焦げた焦げのものを使ったみたいで、ちょっと苦い。おいしいな、ハンバーグみたいにおいしいのに。タレで失敗したよ。うん、うまった。じゃあ、8匹のお刺身。避けるチーズを入れてみて。切れてない。おいしい。漬けめっちゃおいしい。避けるチーズだとね。伸びいんねんけど溶けない。ダメみたい。溶けるチーズ入れないとダメみたい。いろいろ試してみるとね。うん、お魚ばかり食べてるからお魚の方が美味しいな。中の焼き具合ちょうどいいんだけどな。ふわっとしてるけど、タレが失敗したわ。あえて焦げた肉汁使うんだよな。トマトは浅くてガリガリしてる。もうちょっと熟さなあかんね。これでもね、ミンチが400円ぐらいでしょ。で、
1匹が300円ぐらいでしょ。700円アボカド、100円、800円、1人300円かかってないの。まあ豪華でしょ、魚とお肉と。めっちゃ美味しい。ちびきのね、なんていうんだろう、漬けのアボカド、これめちゃくちゃ美味しいよ。サラダのドレッシング美味しいで。自家製。どう食べる？美味しいよ。はい、食べてるアボカドの。マグロじゃない。違う魚で作ったけど。気分悪い。死んだの今日。チーズが全然溶けてない、心配じゃねえよ。チーズ溶けへんねん。え？避けるチーズ溶けへん。でもじゃがりこって溶けて飛びるやん。あのイメージで作るのびーってなると思うさ。けるわもう。熱が大変。でも中まで綺麗に熱入ってもいいの。ここはお前な、溶けるハンバーグ、ハンバーグじゃ、じゃあよしいいかな。またリベンジするわ。今回ハンバーグ大失敗やな。焼くとき水入れ、もっと入れたかったな。しかしたな。ピアノ演奏してる。ピアノめっちゃ、なんか、楽器演奏してる。楽器演奏してる。カスタネット。なんで取れる。アルトリコーダー。どこだ。ダサい。いい方で。電気笛の方がかっこいい。え？電気笛の方がかっこいい。電気笛。シンセサイザーかっこいいよな。ちょっと作りすぎたかも。気合い入れすぎだね、晩ご飯ね。これでも800円。800円でしょ。30日とも24,000。安いメインがハンバーグとお魚と。ハンバーグは安いね。
これティッシュこっちにあるよ。うん、中行ったんだ。ハンバーグだけで十分やわ。ちょっと汚れいた。うわ、ちょろ。お風呂で前にみかんこぼしてる。この白のスカートね。みかんの汁飛んでシミになってね。当たりやん。たまらん。熱い。あ、お腹いっぱい。これあいつの朝ごはんの昼ごはんやな。残ったちびきは。おすまし処理、おすまし処理無消臭の方がいいな。魚によって違うんね。ごちそうさま、美味しかった。ごちそうさまでした。今日のあっちゃんの晩ご飯、ちびきのお刺身、漬けの、なんだろうこれ、アボカドのなんやらうんと指引き、皮の指引き、あら汁でハンバーグ、宮だれを作ったけど宮だれ再現失敗してちょっと苦くなっちゃった。フライパンの焦げが入っちゃってちょっと苦くなっちゃったと、自家製キャロットドレッシング、これ結構美味しかった、で食べました。美味しかったです。ごちそうさまということでね、こんだけ食べても、1人300円かかってないんです。お魚もね、安いお魚、ちびきとか2キュッパ、3キュッパぐらいの魚が見つかればね、いいんやけど、でまあ、1000円近いお魚使っても1回で使えるからね、2回ぐらい使えるんで、ある意味、でも、魚は高いな。お肉の方がやっぱ安いね。ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯この辺で終わりにします。まあ、暑い。もう汗でデコにね、髪の毛つくね。ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯、この辺で終わりにしたいと思います。今日のあっちゃんちの晩ご飯、よかったよと思ってくれたら、高評価を、応援、コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。では、またね。バイバイ。